初夏の池河内出原地川地出原地川地出原は、鶴ヶ市内を流れる小の川源流域の標高約300メートル、広さ約4ヘクタールの湿地である。貴重な動植物が生息し、福井県の自然環境保全地域にも指定されている。池の河内、池の河内と表記される場合もある。池河内出原は、鶴ヶ市の東側、滋賀県境の近くに位置する。周囲は、 山で囲まれ、中央部にはらケ地があり、広範囲に湧水が見られる。湿原の南東から小の川となって流れ出している。1977年には、湿原部と関容のため周囲の山麓を含め111ヘクタールが福井県の保全地域に指定、保護されている。1988年には、湿原を横断し、自然観察できる木道も整備されたが、 2016年現在、老朽のため通行止めとなっている。池河内湿原は、近くを南北に走る柳瀬断層から生じた2本の小断層が交差した地点となっており、和歌越破砕帯の一部にある。これら断層により、地盤が沈降し盆地となり、その後山からの複数の小川から運ばれる土砂により、洗浄地が形成され、洗浄地からの堆積物により、せき止められ、 湿原と池が生じたと考えられている。湿原周辺の陸下の進んだ箇所から、ハンノキが侵入しているが、中央部は低層湿原状となっている。見られる植物としては、蜜菓子は、沢オングルマ、カキツバタ、マーザミ、コウホネ、水着シ、ド毒ゼリ、ヒメザゼンソウ、カキラン、ザワラン、ヤチスギラン、トキソウ、犬の花ヒゲ、ハリミズゴケ、 沼虎農などがあり、特に柳虎農、水毒砂は、福井県内では、ここだけに生育する希少種である。また、早春には、湿原の南にある拳の巨木が、種のように花を咲かせる。湿地と産地の昆虫が混在しており、種数は比較的多い。見られる昆虫としては、緑シジミ、八丁トンボ、ルリボシアンマ、サラサヤンマなどがある。特に、 胸黒茶色点灯などの湿地性天灯虫の分布は特筆に値する。6月下旬頃には、阿原ケチの周辺のハンノキや白柳に、モリアオガエルの白色の乱海がいくつも見られる。また陶器は、マガモなどのカモ類、ツグミ、アトリ、マヒワなどの渡り鳥が見られる。北陸自動車道鶴ヶインターチェンジから国道476号を経て、車で約35分。 出現を通過する道路沿いには2カ所駐車スペースがあり、東側の駐車場には、公衆トイレが設置されている。ABC 鶴ヶ七川地かわち出現昆虫、a b 福井県自然環境保全地域平成17年版環境白書、ABC 川地かわち出現 ABC 池川地、自然観察の手引き、福井県の湿地池の川地出現 ABCD、鶴ヶの山々 P9 から十 ありがとうございます。